こんにちは、花クラブの宮川です。今回は桜と春のお花のふんわりアレンジのご紹介です。一見難しそうに見える枝物のアレンジの作り方ですが、ポイントを解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは桜からです。こっちは裏側なんですね。なので表で、ここが歪んでるので面白い感じです。で、まあ、こうどの程度傾けるのか、まあ、こう傾けてもいいですし、面白くありますね。まあ、高いところでこの歪みを見せるのか、見せると面白いんだけど、今日はそんなに難しくしないから、カットして、でスポンジの中にこう入る、まあ、この辺まで差し込むので、スポンジの中に入るなんかボコッとしたところ、太くなってしまうところは切り落としてしまいます。で極力こう面をたくさん出した方がいいので、切り口が広く取れる状態にしてあげます。この人との兼ね合いですね。こんな感じにしても綺麗かなと思うので、こんな感じね。でなので、少し斜め前に出てくるような感じで斜めに傾けて、でこういうのをね、向こうから気を刺さないようにします。手前に流れてくるので、刺し位置はやはり手前側、前の左側になります。それで深めにしっかりと差し込んであります。に、まっすぐじゃなくてちょっと傾けて入れようかなと思います。で、ここが先端がこうカクッと曲がってきてますね。ここで曲がったところをスポンジの中に入れない方がいいので、でもね、どうしよう。こっからここまではまっすぐなんですね。ここからここまでなので、浅くなっちゃうけど、ここで切るとまたね、ここでカクッとなってるので、あんまり短くせず、ここからここで止めようと思います。ここからここでこの長さで刺し分を止めようかと思います。でなので長さを、短くしない、先端ここから斜めにカットしてあげて、短くはしないで面だけ広く取ってあげるって感じにカットしてあげます。ちょっとだけこう切りますね。でここの長さはあまり短くならない状態にしてあげます。と右側の後方ですね。で上に上がってで斜めになりながら上に上がっていくイメージで、ここまで差し込みます。極力刺した茎の周りに穴ができない方がいいわけですね。なのでこうカクッと曲がってると穴を広げてしまうので、よろしくないっていう感じ。穴を広げないようにできるだけストレートなところがスポンジの中に入るようにしてあげます。こんな感じで、広がった感じで枝を入れてあげます。空間がこう広がった感じになりますね。ラナンキュラスです。でワイヤーを中にインソーションします。茎は空洞なので、スッと入っていきやすいです。極力この首よりも、花首よりも上まで差し込みますが、このトップからワイヤーが出てこないように注意します。でワイヤーが入ってるので、ちょっとこうカーブつけられるんですね。あんま曲げるとグラグラしてきやすくなるので、あんまり曲げないようにします。深くしっかりと差し込みます。インソーションします。最初のラナンキュラスに寄せた感じですね。
でかなり低めに配置して大きくデコボコを作ります。でもう一本は離して2対1の配置にします。高さも、この花とこの花の間ぐらいで OK です。でそれで見てあげて、スポンジの中に入るのを取って、でワイヤーが垂れるかチェックしてから中に入れます。で上からワイヤーが出てきてないかチェックします。で今度はこの器よりも若干外に出したいので少し、こういう斜めに刺すわけですね、横から見るときに。で上に上昇するような感じにしてあげます。でこのコーナーのあたりのところに外に広がるように、そして深めにこれよりもほんの少し低くします。でこう見たときに大体これとこれの間程度ですね、の高さにしておきます。履き口よりも外にお花が出てるわけですね。わかりますかね。そんな感じでこう桜が対角に入って、お花がこう対角に入ったわけです。アセビです。口に入れますね。ベルベットみたい。綺麗ね、綺麗ね、綺麗。すごく綺麗。両サイド以外にも桜を足し、全体の統一感を出します。カクッと曲がった部分を切り出し、生かします。通常とは違った向き、角度に花が置けるわけです。雪柳です。同じ流れを作りますね。ユーカリです。クリスマスローズです。高低差をつけて配置します。同じ花材の向き、角度、高さを変えます。特に近くにある同花材の見え方が異なるようにした方がいいですね。桜を足します。ブルーレースです。曲がった茎、うねった茎の場合、どこに花を置くか決めてから差し位置を決定します。完成です。今回は枝物の桜をメインに作りました。ポイントは12個もありましたが覚えていますか？1、まずは表を確認します。
裏向きにならないようにね。2. 使いたい枝や見せたい部分があるかチェック。 3. 見せたい枝をどこにどんな風に刺すか決めます。 4. 節や太い部分をカット。 5. 斜めに広くカットして吸水面を広げるとともにぐらつきの防止をします。 6. 他の枝との兼ね合いで配置や見せ方が変わります。 7. 近いスポンジに刺します。 8. 深くしっかりと刺します。 9. 曲がった部分をスポンジに刺してはいけません。 10. 刺す部分が短い場合、切りすぎないこと、面だけ広げます。 11. 刺した茎の周りに隙間ができてはいけません。 12. 枝を外向きにしてスポンジの外側に刺すことで広がりのあるアレンジになり、後から入れる花材が入れやすくなります。以上、枝に限らずアレンジ全体に入れることでもあります。花は花である、ただそれだけで美しいですね。そんな美しいお花を倒るのですから、より美しく見えるようにアレンジできたらいいですね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。